鈴木達夫さんを応援するために千葉から参りました。鈴木達夫さんは私たち労働者のために戦ってくれる弁護士です。弁護士というだけではなくて、元は NHK のプロデューサーとして不当な回転撤回、解雇撤回のために長く長く戦い続けてきた、戦う弁護士です。私たちも国鉄の民営化以来、不当な解雇やあるいは労働者をどんどん非正規職に突き落とす攻撃に対して長い間戦ってきました。ですから本当に共に戦う素晴らしい同志として鈴木達夫さんを全力を挙げて応援したい、そんな思いでここに立たせてもらっています。多くの方々がおそらくは自民党安倍政権はもとより投票すべき政治家がいないじゃないか、もう半分諦めの思い、そういう思いで今度の選挙を見ていると思います。でも違います。鈴木達夫さんはそうじゃない。鈴木達夫さんは私たち労働者一人一人の中にこの社会を変える力があるんだってことを声を高く訴えてくれてます。政治家じゃないんだと、そういうふうに訴える政治家です。ここにいる一人一人が社会を変える力を本当は持ってる。なんでその力が発揮されていないのか。団結がバラバラに破壊されてるからだ。これが鈴木達夫さんの訴えていることです。団結を取り戻してこの腐り果てた社会を変えたい、私は本当にそう思います。だって考えてみてください。言われてること、与党も野党もです、もう全部嘘ばっかりです。例えば安倍首相は、私は100万人の雇用を増やしたって、こうやって言ってます。これは真実ですか？本当ですか？本当ならなんでこんな世の中に貧困とかワーキングプアとか格差、生きていかない現実がまかり通ってるんですか？本当のはずがない。蓋を開けてみたら、増えたのはもう生活カツカツ、手取り11万12万円のアパート代を払ったらもう飯も食えないような、そういう非正規の労働者150万人が増えた。これが雇用が増えたって言えるんですか？その一方、正規職のごく当たり前に普通に働く労働者が50万人減ってます。もう膨大な労働者が生きていけない現実に突き落とされ続けている。これが現実です。さらにこの選挙の少し前、安倍首相は何言い始めたのか。これからは後期高齢者からも健康保険料をがっぽり取り上げる、こう言いました。だけど考えてほしいと思うんです。数年前までは生活保護受給世帯というのは約80万人でした。今それが213万、214万人、215万人、この後期高齢者の保険医療制度が変えられたら生活保護世帯は300万人になるって言ってます。もう生きていくことができない現実なんです。若者はもっとひどい現実が襲ってます。非正規にされた青年たち、30代で結婚ができているのはたった1割です。つまり社会そのもの、人間が人間として誇りを持って生きること、その最低限の条件が全部壊されました。これがアベノミクスの正体です。だけどその一方で、もうとにかくべらぼうに全ての富を懐に入れている連中がいる。それが大企業と資本家の連中じゃないですか。こんな社会ね、間違ってます。この社会に立ち向かい戦えるのは数多くの候補が出ても鈴木達夫さんだけです。この社会を変えるため本当に力を結集しなきゃいけない。なったのには原因があります。こういうことをやってきた原因がある。それが私たちが直接経験した国鉄分割民営化でした。その時に言われたのは、公共サービスは全部民営化しよう、
民営化して競争しよう、競争すれば社会全体が豊かになる、全国民が豊かになるって言われました。だけどそれから約30年何が起きたんですか。全部嘘でした。国家財政は全部パンクして、社会保障も教育も医療も何もかもがもう、全てが崩壊を始めました。人間が生きていく資産の全てです。そして2000万人以上の労働者が非正規職に突き落とされて、今日生きるのがもうカツカツで、毎年3万人以上がもう十数年自殺をし続ける、もうこんな社会は本当に間違ってますね。この根本から立ちましょう。この危機、この腐敗、この腐り果てた社会の在り方、その根本から立たなきゃいけない、私はそう思います。それともう一点です。私たちは本当に大きな歴史の分岐点立っていると思っています。戦後日本は平和だ平和だと言われてきました。だけど平和だと言われてきたその背後でもう一回戦争しようって連中がいました。そして安倍政権になってからそういうもう一回戦争してでも資本家が儲かり企業が儲かる社会にしていこうというこういう連中が前面に出てきました。それがこの7月1日集団的自衛権の行使容認という形でされたこの現実です。平和だと言われてきた、しかし気がついてみたらもう目の前に戦争がある。しかも私が何よりも許さないことは、この戦争があたかも例えば安倍首相の言葉によれば幸福追求の権利が脅かされたらどうするんだ、だから戦争が必要だ、生命財産が脅かされたらどうするのか、だから戦争が必要だ、こんな美しい言葉で戦争が正当化されようとしています。かつて歩んだ道を思い起こしてください。戦争は必ずいつも自衛のためとか幸福追求のためとか生命財産のためとか、こういう理由で起きるんです。だから私たちは本当に歴史の分かれ目に立って命を懸けても戦争を止めなければいけない、こういう流れが私はこの年末のこの総選挙から来年の通常国会です、集団的自衛権関連法案と称する戦争法案が何十本国会に上がります。僕はこの時こそ鈴木達夫さんを押し立って、そのもとに全ての戦争に反対する怒りの声を集めて、もうこの流れを断ち切りたい、そういうふうに思っています。福島では全てはコントロールされている、放射線なんか何も危険なことはない、こういうふうに真実が隠される一方で、子どもたちが次々と甲状腺のがんになり白血病になり、恐るべき現実が進んでいます。もう本当に許せない、こういう現実を全部隠して、なんで原発再稼働に突き進まなきゃいけないんですか。全部これも企業と資本の金儲けのためです。こういう根本を断ち切んなきゃいけない、生きていけない、戦争の危機、福島の現実、こうした全てを変えるためにぜひ鈴木達夫さんに一票お願いしたいと思います。そしてそれだけじゃなくて、みんなのこの社会の在り方がやっぱり間違ってるという思いをつなげて団結しましょう。団結した力で歴史を動かしましょう。戦う労働組合をよみがえらせたい、そして戦う労働者の政党を作りたい、そういうふうに思います。鈴木達夫さん、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。